そうそう初めまして、大沢あかねです。初めまして、佐賀県上峰町から来ました米倉茂と言います。今回はわざわざ来ていただいてありがとうございます。いえいえ、上峰町に寄付をいただいてありがとうございました。ありがとうございます。佐賀牛、はい、家族でいただきました。すっごく美味しかったです。あ、そうですか、ありがとうございます。私たちが心を込めて作ってますから。頭と胸に佐賀牛って入ってますもんね。はい、これはうちの嫁さんがこれでいけって言ったもんですから、はい、そうな、はい、よくお似合いです。ありがとうございます、はい、本当に柔らかくって、はい、噛めば噛むほど旨味がたっぷりで。あ、そうですか、ね、大人気なのが分かりますね。自慢の牛です。今日どんな方が来られるのかなと思ってちょっとドキドキしてたんですけれども、はい、米倉さんすごく優しそうでよかったです。安心しました。私も64年間上峰町に生まれ育ってですね、東京に来て、着いた時からドキドキしてましたそうなんですね、はい、でもこうやって直接生産者の方に会うとまた感慨深いと言いますか、今日のことを思い出して佐賀牛いただくとまた一味違うかもしれませんね。はい、東京の方からそう言ってもらったら嬉しいです。上峰に帰ったらですね、皆さんにそういうことを伝えておきます。ありがとうございます。大沢あかねさんとですね、喋ってきたよということで自慢の一つにします自慢になるか分かりませんけど、ぜひ皆さんによろしくお伝えください、米倉さん本当にいい笑顔ですね。こいつのおかげです今日はお礼が言えてよかったです。私もです。ふるさと納税上峰町。